私のオリジナル曲なんですけれどもね、ちょっとしばらく歌ってなかったなと思って、今日は久しぶりに歌わせていただきました。はい、今日はね、ソロの枠では3曲歌わせていただくんですけれども、全部オリジナルですね。1曲ノーストライクのオリジナル曲のカバーっていう形で歌わせていただいているものもあるんですけれどもね。あと今日は最後にオールシンズも
さっきね一曲だけ出てきたんですけれども、最後にちゃんとね用意してあるので、ぜひぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。ということで早速次の曲いきたいと思います。次はノーストラックのオリジナル曲で、私がカバーという形で歌わせていただいているマジックオブラブという曲です。聴いてください。
しい感じの曲で私も大好きな曲なんですけれども、マジックオブラブという曲歌わせていただきました。ということで、あの告知したいんですけれどもね、ずっとね、みんな言ってたんだよね。同じ告知ばっかりで本当に申し訳ないんですけど、ね、3月21日のここで、ゼノンさんであるミュージックブックに私も出演させていただきます。でね、後でオルシンズも言うのかな、言わないかなって。そう、オルシンズ的にも、私的にも、大事なライブなんですよ。でね、私個人の話で言うと、まあ、ちょっと挑戦、チャレンジ的な、何かちょっと企画なのかな、ちょっとあるかなって感じで、いろいろ発表できるようになったらツイッターとかで発表しますのでね、春分の日、3月21日のお昼の時間ですので、そう、おまけで、私の誕生日前だよっていう感じでね、ぜひ来てくれたら嬉しいなって思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、最後にね、オルシンズとしてもまた出てきますので、で、ソロの出番は次の曲で最後です。ということで、次の最後の曲、ウィンターズライトっていうオリジナル曲でして、ウィンターってつくようにね、冬の曲なんですけれども、3月になったらちょっと一回ね、春の歌にしようかなと思うので、今日聴きに来てくれた方は、ね、じっくり聴いてみてくださいね。冬しか今のところ歌えないかなって感じなのでね、ウィンターズライトという冬の曲です。チリもあるよっていうことで伝えておきますね。ということで、最後の曲聴いてください。ウィンターズライト。毎日
はい、以上木崎かなでした。ありがとうございました。